もう一回行きましょう。あなたもキッチンになるんですね。ワン、ツー、スリー。雲一つない空を見せた。これと愛で一緒やで言うの忘れろったな。あ、まあ、あこういうね、あの替え歌っていうのは面白くなかなかね、あのうまく音にはまって、あの言葉がはまらないんですけどもね、あこんなあのやりだしたら1年ぐらいかかるね、1曲でなかなかあの言葉がはまらないという。普通にあの作詞する方がやっぱり簡単でね、後で音つける方が、うん、あの字数計算せんでいいから全然大丈夫なんですけど、あの音にはめていく言葉の物語を作っていくというのは非常にあの、大変な作業でございます。であの神戸の音一曲部屋さんかな。カウント…いいのか、そうやな、俺一人じゃないからね。カウントになるんだ。神戸の街に風が吹く、サラサラに黄昏風、あってもないのに海岸通りぶらり歩けばメンテンパク抱くないでくれ奇跡の響きなんて心がしみじみと
傘が君を照らして日が昇る妻の海岸で君に会えたら潮屋あたりで痛めし潮を遠い島から光る光へ静か時間が流れゆく布施明さん、由紀さおりさんに、曲を提供している、灘の、ね、住んでる人でございますけども、いや次ね、タメいやロクロロ曲え、アクシデントそのね、ミキサーの下にある黒い小さなミニアンプのミキサーその黒いアンプが飛んで一回電源落としているっていうのがこれ口ですか？いや、もっとそれ、その下、そこオーバーレブで大豆、ちょっとはいでお手伝い、そのレジ袋椅子の上のレジ袋、はいお客さん、還元5万円還元5万円出たロクロール、コーラス、リツコさん、入ってくれますそのマイク死んでるそれ、今朝にそこに座ってもらってそこまでやっとらんからじっちゃん、こっち見て、キャサリンの横へそこでタンメンでございますそこで行ってそこ座った、そこで行ってアイガスコーラス、デスコさんまだ入ってもらいます拍手ですねアイガスタンメンという曲でございます姫路タンメンじゃねえけどお味噌スープね三池通りの一本東から狭い、商店街でお味噌スープの入り口の真前にあります、南側で三池通りのめっちゃうまいな、ねうん、食べられへんやん普通のラーメンの上に野菜炒め 1.5 人分ぐらい乗ってる食べれ野菜食べよったら5分経っても麺が出てけへん俺も
あのビールとハーフしか食べへんけど、たまに餃子とな。めっちゃめっちゃうまい。今やあれね、丸八で姫路タンメンのあのちゃんとな生麺売ってね、今。丸八は応じる。丸八は多分まだ売ってないと思う。その今日はよう喋んな。まあライブの時しか喋らないけど、面白いこと言おうかなと思って、いつも全然考えてないんだけど、一回喋りやすさずっと喋ってるの。はい、あのその姫路タンメンですね。タンメンという曲です。
ちょっと早かったか。はい、ごちそうさん。はい、それあのキャベツと玉ねぎ入れて卵をとじて食べてください。それお前昔からのラーメンめっちゃうまいやん。何でもな、チキンラーメン、札幌塩ラーメン、これもうまいやろ。あのごま入れたらすりごま入ってる、あれと出前一丁、あれ画期的やだよこれ、あの ごま油、うん、で醤油ラーメンでな、その辺の安い、ま、町の中華そばってあれやりゃ、あれにごま油を入れるんよ。ほな味がな、出前一丁あったわけ。醤油ラーメンにね、あのごま油入れたら全部出前一丁あったわけ。まだ試して、うん、面白いね、うん、はい、時間の経つのはっていうことです。一曲減らします。これも5、6年やってないね、今さ5年はやってないな、うん、5年はやってないな。いや、久しぶりにやろうかなと思ってね。原曲はヨガダン、シカゴバンドっていう曲でございます。それに、ムッシュ歌詞をつきまして、タイトルも書いてます。男のブルースっていう曲でございます。5年ぶりにやります。誰でも知らないでは、聞いたことある？聞いたことないです、はい、男のブルース行きましょう。間違うかもしれない。いや、演奏してないからな。で、亀井さんと久美さん曲知らんからな。そんな、ケンちゃんもちょっと危ない感じやろこれ。ただケンちゃん入ってこの入ってからやってない、やってる時の誤差が近いと思うな。男のブルース、ワン、ツー、スリー、フォー。見た目は最高、芝居もうまい、歌を歌えば CD を売れる。ちょっとスケベが受けてます。一度でいいから変わってみたい。狙われているよ、自由にはできないよ。ああ宝の持ち腐れ、男はみんなドリフの加トちゃん、最後はやっぱり若さを選ぶ。奥側に山芋ニンニク食べて、それでもダメなマイラー。トロコンサパワーを真っ赤に止めて、命の楽しみ男の気が来るんだよ。呪いは副業者。
だけやない。料理はうまいし親分肌でじゃんけんゲームは地から起きてみんなを楽しく和ませる離れたとこでも誰だかわかるみんな知ってるあの声ステージ以外も変わらぬ服が男の美学だよ原色大好きですああジャンケンゲーム忘れてたので、やります今から2回やりますいきます最初はグーでいきますルールはおあいこと負けが負け勝った人だけねおあいこも負け3回ぐらいやったら1人残りますいきます最初はグーでお願いしますいやこれ高齢等だと忘れていきます最初はグー、じゃんけん、ほい。はい、パーの方、いきますよ。最初はグー、じゃんけん、ほい。はい、グーの方、いきますよ。もう一回いきます。最初はグー、じゃんけん、ほい。で、負け。そこ3人、3人で行こう。3人残ったよ。3人行きましょう。3人で。俺入ったで、まだ長くなるから。はい、3曲で、3人で。最初はグー、じゃんけん、ほい。はい、決勝、決勝最初は、はい、グー、最初はグー、じゃんけん、ほいはい、今さかち、おめでとうございます、はい りんちゃんで、こっちのテーブルの、前のテーブルの端っこに、ファーストアルバムあるやろどこ、その辺にあるやろちょっと、ママは探しちゃってこの間までそこにあの存在してたんやけどなよく言うんだよ売りと思ってたよあった3枚ぐらいあると思うんやけどはいラップの白い方白い方あそうそうそうそれあ今井さんに渡してください。もうもうプレゼントありがとうございます。はいおめでとうございます。はいねもう一回あの行きます。いつも3回やるんですけどちょっとね時間迫ってるとかしけどもう通り過ぎたねみんな。大体12枚。はい行きますラストです。行きます。あのチェイさんいや今井さん2回やっても噛めへんからね。あの一人で三回勝ったらどうかあるよ。はい、いきます。最初はグー、じゃんけん、ほい。はい、グー。グー、一人はい、おめでとうございます。イエーイ。シーン持てるか持てるの？はい、いいじゃん、やって。はい、はい、おめでとうございます。おめでとうございます。はい、おめでとうございます。はい、はい、とどこになく、先の曲がラストまでやったんで終わり
のパターン初めてやる。アンコールの前にジャンケンゲームさん初めてやる。一曲飛ばしたからね。神戸アーバライト予定に入っていきます。ほんな高田渡大先生様の自転車に乗ってワンコーラスやってから間違いないでたっていう方に行きましょう。行くよ。トゥー。いいか。トゥー。ワン、ツー、スリー。Thank you.
ありがとうございます。以上で終わります。162回。トップ、拍手。ナイス。はい、2番手、ダッチ。はい、3番手、かわいい姫。はい。かわいい姫。はい、頑張って。しばたし、安藤君、梅村さん。はい、メンバー紹介、キーボード、久美さん、コレンの亀井レディ、ドラム、金ちゃん、ギター、井本、ポケット、井本、ベース、リサ、D、はい、私が、無視しなければです。どこは誰も無視なきゃなですし、ありがとうございます。あ、来週年明けて1月21日、もうアンコールじゃない1月21日、姫路城の南川大手前公園の前にあります地下1階、ゴールデンエンジン、6時からでございます。よかったら来てやってください。1月21日でございます。キャサで出ます。キャサリン出ます。はい、お願いします。終わり。ああ、どうでしょう。